太い、めっちゃ太いエビって感じがする。食感がもうすごい。オムライスのお店というところにやってきました。で、ここなんか産業店になるんですけど、1928年って書いとって、私がもう生まれるもう遥か昔からここはあるみたいなんですよね。なんであともうちょっとで100周年を迎えられるということなので、でこう元祖オムライスが食べれるということでちょっと気になって、もうということで、ちょっとオムライスをいただきたいと思います。はい、じゃあメニューを見たいと思います。メニューね、ランチメニューと日替わりランチセット、1000円で、ね、すごいボリュームじゃない？これちょっとすごい気になるんだけど、これかな、ランチのランチセットは美味しそう。これが王道昔ながらのオムライスっていうのが、この単品で600円、それがまあスタンダードなんですね。でトマト系があったりとか、ホワイトソースの感じとか、デミグラス系、あとは人気のあいがけソースって、その2種類のソースをかけれるらしくって、2つのソースが楽しめるっていう、この人気のあいがけソースっていうコースがあるみたいです、まあ、まずはそのちょっと悩むけど、いっぱいあるからちょっと悩むけど、まずはこの昔ながらのオムライスはちょっと1個いっていきたいかなと思うんで、それと人気のあいがけソースの中から、何しようかな、デミフォア、デミフォアでエビフライついてるやつにしたいと思います。これ2人前ぐらいですか？これが、大体もう3人ですね。あ、3人前、はい、
んな感じなんですね。さっきの、はい、もう薄焼きの、巻いたスタンダード。これが元祖、ここで100年近く続くオムライスです。ということで昔ながらのオムライス王道のいただきたいと思います。いただきます。はい、美味しい。このもう何ちょっとの卵がふわふわ、どうやったらこんな作れるの。結構なんかご飯がしっとりめっていう感じがする。うん、うん、これやっぱり100年続くだけある美味しさ。なんか肉、なんか中の肉が美味しい。チキンライスのチキンじゃなくってポークらしいです。ポークライス、この肉がなんか違うと思ったんですよ、私は。この味が、肉が本当に美味しい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ次にこの合いがけソースのオムライスで、ホワイトソース と、デミグラスソースの合いがけで、エビフライ付きとなってます。いただきます。どうしよう、どっから。これも合いがけやからな、この中めっちゃ美味しそう。この卵がさっきとまた違う感じのトロトロ具合で、いただきます。うん、クリーミー。これは全然違う味が、なんていうのかな、クリーミー具合が本当に全然、このホワイトソースがすごい美味しい。甘いソースって感じ、ちょっと甘めので、もうこっちのホワイトソースがなんかすごいクリーミー具合がなんかすごくて、はマッチしてちょうどいいぐらいになる。これ頭付きで結構すごい豪華な感じなんですけど、お、外れた、うん、でエビフライを食べます。手で、これかな。すげえ。めっちゃエビ太い。めっちゃ太い。もうなんかフライじゃないこれ、エビって感じ。もうなんかエビって感じがする。食感がもうすごい。めっちゃ美味しい。ブリブリです。あ、そうなんですね。こっそーとソースが元祖というか、もう昔からこれ。あ、昔。はい、というわけでご視聴ありがとうございます。今回はですね、岡山県赤磐市にありますオムライスのお店三洋店にね、お邪魔させていただきました。こちら創業1928年のお店ということで、あともう少ししたら100年を、迎えるということですね。まあ、もちろんこちらおすすめは元祖のオムライスということで、まあどのオムライスも言えるんですけども、このチキンではなくこのポークを使った、ライスということで、普通のオムライスよりやっぱりその肉感というかジューシーさとかがね、すごい感じるなということで、あとおそらく火加減とかね、その辺の調節がすごいうまいのかわからないですけども、この酸味がね少なくて、このオムライスのその具材とか、その外側のね、卵とかの味が引き立ってね、美味しくいただけました。またね、これ、味変で胡椒をかけたら、しっかり味が引き立つと
いうこともありますので、ぜひ、合わせて、食べてみてください。ですね、時間が、こんな感じになってます。その土曜日と、金曜日と土曜日は、を除いて、昼と夜バージョンがあるようです。はい、というわけでありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。